マス型停留場は、高知県高知市にある土佐電交通イノセンの路面電車停留場。イノセン派土佐で交通の前身である土佐電気鉄道の路線として1904年に開通した。路線の免許上には、高知市本町技マス型より、同町技掘堀詰めに至りると記されているが、開通時の路線は堀詰め停留場から乗りで停留場までで、 マス型停留場が開業したのは、その2年後、路線が乗りで停留場から鏡川橋停留場まで延伸した際のことである。停留場名は開業より変更されていないが、資料によりマス型やマス型といった異表記が混在し、駅名表も発注違いによりマス型の表記が使われていたこともある。電車に車掌が乗務していた頃は車掌により、 マスガ広工事と案内されることもあったという。マス型停留場は、イノ線の平洋軌道区間内にあり、道路上にホームが置かれている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されているが、互いのホームは東西方向にずれて位置している。東にあるのが、ハリマや、橋方面行き、西にあるのが、イノ方面行きのホーム。 井の方面域のホームは、上町一丁目。張間や橋方面域のホームはマス型に位置する。井の寄りに渡り線があり、張間や、橋、高知駅前方面業の一部が、到底流上発着で運行される。マス型は、当地にマスの形をした広場があったことに由来し、かつては、武士が非常時などに集合する場所として用いられた。ABCD 土佐電鉄が走る町根弱28から33ページ。AB、土佐電鉄が走る町根弱98.15、6から158ページ。AB、e 真央圭介。日本鉄道旅行地図長11中国四国。新庁舎。2009年。60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。路面電車は行く高知高知新聞社。 1998年、88ページ。ISBN4 から875032684。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道。 2013年41.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者2007年292ページ。ISBN 978から4から794216151。お正月のごかける書。今日のにっこりひまわり。 ひまわり乳業、2017年5月16日閲覧、ありがとうございます。